はい、ドーメスです。さあ、今日もやってきたね、木曜日。恒例のね、FP ガチャを今日はもちろん引いていこうと思うんですけれども、来ましたね、今週も暑いね。俺がね、取り逃したドンナルマ、ドンナルマと、あと欲しいのがね、もちろんツイッターでね、チラッと見たよ、いるんでしょ、いたー、香川真司。いやもうこの2人だね。うん、今日の狙いはスターリングとかもいいんだけど、スターリングは持ってるんでね、もうあとはね、能力全然わかりません。まあ見ていきましょう。で、例のごとく、いつも通りね、ガチャしか見たくねって人は飛ばしてください。はい、テロップ今乗っけてると思うんでお願いします。さあ、じゃあちょっと見ていきましょうか。スペシャルエージェントね。さあ、どっから見ていこうかな。まあいいか、こっから見ていくか。さあ、プレイヤーオブザウィーク、ピケはいらない。でも強いかな、持ってないんだよな、 FP ピケ。強いかもしれないけどな、スピード瞬発がな。ねえ、あれなんつったっけ、あいつルーベン・ディアスとかと比べるとね、ちょっとな、うん、怖いよね。奥の裏抜かれそう、 FP ムバッペとかに。で、ベン・イェデル、てか待って、爆発する選手いんのかな。おお、ちょ、なんかいる。やばくない。あー、これレベマ大変だけど、あ、スピード瞬発がドーンってなって99いって、決定力も相当上がるなこれ。あー、これ強いかも。モイーズ・キーン、ユベントスの選手。あ、なんかあれだな、惜しいシュートあった選手か。わかるわかる、見た、チラッと見たぞ、ハイライトで。うん、なるほど、これ当てても面白いね、この選手。でも香川欲しいね、この中だと。はい、次、 OK、 もうサクサク行こう。こっちが、ミランか。で、ロマニオリ、まあドンナルンマですね、いいね。他はわかんねえけど、強いのかな。あ、うん、でも強いかも。クトローネレベル68、あ、強いかも。うん、あ、強いと思う、この選手も。はい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 。まあちょっとね、詳しく見てるとね、時間なくなっちゃうんでいいか。詳しく見てるとね、ちょっと時間押しちゃうんで、10分に収めたいんでね、基本10分ちょいに収めたいんで。イカルディか、あー、でも、うん、強いね、イカルディも強いね、欲しいな。うん、ヘッダーついてんだ、そうなんだ。はー、OK。 よし、じゃあね、インテルから引こっか。うん、誰当たっても良さげな。よし、じゃあ今から行きます。まあとりあえずね、ここは気楽に、うん、引いていきましょう。3回、よし、頼むぞ。3回気楽に行こう。さあ、誰でもいいけど、イタリア当たり前だって、インテルだもの。さあ、誰でもいいか、飛ばそう。フォリターノさん、ナポリタンが好きそう。はい、マッテオ・ポリターノ、多分ナポリ、おお、待って、強いかも普通に。あー、でも決定力がちょいいまいちか。コンワン4とで B、 あー、使えなくはないね。スピード瞬発やばいね。でレベル47と、はあ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 、なるほどね。うーん、強いかも。レベまで92ぐらい、92、3、なるほどね。うーん、使うかも、わからん、一回使ってみるかもしんないな。まあいいや、6、 OK。 さあ次行こう。ナポリタンさん置いといて次行こう。よし、いや俺のね、目標は違うんすよ。うん、香川とドンナルンマ、飛ばそう。さあ、どなただ。マルセロ・ブロゾビッチ、聞いたことある。怒られそうだけど、また怒られそうだな。おめえ、ブロゾビッチも知らねえのかよ、にわかがよって。すいません、知らないっす。ブロゾビッチ有名なのかな。俺ミラチョボビッチだったら知ってるけど。次行こう、怒られそうだから次行こう。やばいやばいやばい、時間押す、チロ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 やってると。 OK、 サクサク行こう、サクサク。
さあどなたが、おイカルディナイス、おイカルディは当たりじゃない、うん、使うかもしれない。 C か、うん、でも使えるかも。イカルディは当たりでしょう多分。そんな当たりじゃねえか、うん、いやでも決定力鬼、いや使えると思うな俺。ラインブレーカーよし、ナイス、いいいいいい、ナイス、 OK、 よーし。さあこっからが本番、さあどっちから引く、あーどんなルンマ欲しいな、どんなルンマからいっちゃうか。よーし頼むぞ、どどどどんなルンマ、どどどどんなルンマ、エリミチタオバララランラララン、ランランラララ、よーし来たぞ、一発オッケー、はははナイス、どんなルンマイケメン、いや来た一発で。これ前のどんなルンマって今のどんなルンマどっち、今のってかこのどんなルンマどっちが強いんだろうな、よくわかんないけど比較してる人いんのかな。いや来た一発でオッケー、よしここはもうねあと気楽に行こう、うん、いやーやっぱ歌うべきだったな、あー、ドドドドンナルンマ、ドドドドンナルンマ、もう飛ばすか、いやいいか見るか、ダララランララランランランラララン、誰でもいいよ。さあ、お、なんか足速そう、足速そうな顔してる、絶対足速いよ、かけてもいい、あははそんな速くねえそんな速くなかった。でもこの選手どうなんだろう、あーそうだな、やっぱジョルディアルバとかには見劣りしちゃうよね。身長はまあまあ高いか、アレックステリスの方が使いやすいな俺的には。うーん、まあいいや、オッケー足速くなかった、顔だけでやっぱね人は見た目によらないってね、うん、足絶対速いだろって思ってもそんなだったから、うん、よし次行こう。さあ誰でもいいよ、ここはもう、俺はもう波、壁を越えた。うん。壁を越えました。よーし。また足速い選手かな？違うね。入れ墨が違う。どなただ？あ、スソ。いや、スソ確か持ってたな、俺。持ってた気がする、FP で。スソな。いや、強いけどね。決定力がな。あ、めなんでロックした？まあ、いっか。OK。さあ第2の壁、ここで香川さえ引けばもう勝ちですよ今日は俺、うん、頼むよベシクタシュ、ベシクタシュか、いやー頼むぞトルコな、トルコ頼むぞ、トルコはもう香川しかいないね、いないと思う。あとこの選手も面白い、ゆうべイタリアか、よーし香川頼む、香川来てくれ、いやってかむしろイタリアのユーベの選手来たらレベル上げマジ大変だな、頼むぞ香川だぞ、トルコ、はいトルコトルコトルコ、うーわイタリアマジか、あの銀の選手かもしや、いやレベル上げ大変パターン今週レベル上げ大変パターン来た、金、これはレベマ大変だね、2人ドンナルンマと金、マジか1万円余裕で飛んでくな、まあまあまあアプリのね久保をレベル上げすること思えば全然大したことないっす、はい、まあこのあとね香川引いちゃうんで、よし行こう、あと2回、香川トルコの香川のトルコの香川のと、おおおおお、イングランドだった、イングスターリング、スターリングさんは持ってるんですよ、強いんだよねスタメンで使ってるわ、強い強いんだけど違うんだよ、俺トルコかと思って今色的に、はい頼むよラスト、香川のトルコ頼むか、あー
どちらさんでしょう。まあね、まあ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 、でもね、まあ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 、一応ね、まあ香川弾けなかったけど、まあどんなルンバ弾いたんで、まあよしとしますか。いやーでも香川欲しかったな。まあでもどんなルンバ弾いたから、もうどんなルンバつつつ、どんなルンバ。Ha ha ha!